えっと、あのまだ優勝した時は自分がそのスケートボードオリンピックで1位取ったっていうのは実感してなかったんですけど一夜明けてあのインスタのフォロワーとかこういうふうに記者会見をしてもらえてなんか改めて自分が1位になれたんだなっていう嬉しさとやっぱ驚きがあります。そうですね一夜明けて やっぱり金メダルを取りたかったとっいう悔しさもあるんですけど最後に決めれなかった自分の弱さというのがあるのでそこはもっと練習していかないといけないなという課題も見つかったしとりあえず銀メダルを地元に持って帰れることにすごく嬉しいという感情はあります。